両号第117潜水艦は、日本海軍の潜水艦。両百型潜水艦の18番艦。1942年の昭和17年度計画により、1943年1月16日、川崎重工業専修造船所で寄九1943年9月13日浸水。1944年1月31日に、竣工し、 二島潜水艦に類別。同日、横須賀鎮守布石となり、訓練部隊である、第六艦隊第十一潜水船隊に編入された。3月31日、旅百十七は、パラオ大空襲により来襲した、米機動部隊の迎撃のために出撃。4月13日、クレに到着。5月14日、第七潜水船隊第51潜水隊に編入。 15日、両117は、クレを出港し、24日にサイパンに到着。26日にサイパンを出港し、31日にトラックに到着。6月4日、トラックを出港し、ニューアイルランド北方沖の3回戦に配備された。14日、グアム南方沖に移動。16日、テニアン島南東沖に移動するよう命令を受けるが、 この時に命令を受け取った反応を最後に、消息不明。17日、サイパン南東沖で、ブラウン基地所属の米対戦哨戒機 PB4Y-1 リベレーターが、浮上構想中の潜水艦を発見。零338、哨戒機は、空爆を行い、潜水艦を撃沈した。これが、旅117の最後の瞬間であり、艦長の江野本野尉以一家員五55名。 全員戦士。沈没地点は、サイパン南東350回に地点付近、北緯11度05分統計150度31分、北緯11.083度統計150.517度、11.083150.517 11.。7月12日、サイパン付近で防湿と認定され、8月10日に除籍された。ありがとうございます。